はい、おはようございます。沖縄の鈴木です。さて、今日もちょっと若しいエイペックスの練習やっていこうと思います。あれ、まあいいや、ちょっと待って窓がね、開いてなかったんで、ちょっと窓開けてくる。今日からちょスイッチ版できるんだよね。できるってことなんだよね、今日から。ちょっと頑張って楽しんでいきましょう。とりあえず今日は練習で、楽しむために来た。遊びましょう。私をやるならランパートで務めな。はい。生と死の狭間こそ生の実感が得られるもの。なかなかの自信に溢れてそうだが、どれぐらい持つかな。今回のチャンピオンだ。私のフルタイピンピンしてるの。なんか騒がしいな。勝利へと導く。え、譲る譲る、他の人にお願いします。私がジャンプマスターかよ。お願いする。めんどくせえけど。やってやる。葬式をやるにはここが向いてそうだね。了解。これ今日からスイッチの人がいるんだよな。スイッチはどういうアイコンなんだろう。あれかな。また今ちょっと、はい、名前の横に出ているマークがどういうマークになるんだろうな。とりあえず、今現在横でスイッチの方のエーペックスダウンロード中でございます。けど多分ね、近くに来てんな。全然わかんねえんだよ。敵を見つけた。近いよ。このエリアを配りケルを展開するよ。こっちに進化シールドがヘルメットがあったよ。レベル1だ。増幅バリケルは撤収するよ。やられた。ダウンした。敵がいた。くそ。やられた。全滅。くそ。レベルアップしたけど今あんまり嬉しくない。
ラブ招待。なんか、もうとりあえず承認しとこう。はい。多分ここの、クラブってことか。まあいいや。それで、ちょっと、もう一つやりたいなと思ったのが、設定なんだよね。エイムした時の、これちょっと感度を上げた方がいいのかなと思うんですよ。これぐらい、これぐらいに上げとこう。デフォルト？まあいいや。あ、来た。はい、お疲れ様でございます。はい、お疲れ様でございます。ちょっと今、いろいろと設定とかをね、見ながらやってるんで。で、なんか今、クランに誘われたけど、はい、あ、お疲れです。今、クランに誘われたけど、レッドファイターさんのクランなのかな？あ、僕が誘ったやつ。そうみたいですね。今、RAS って頭についたわ。さあ、とりあえず行ってみよう。ここもう新しくなってるモードがものすごい大変っす。全然わかんないよ。スイッチ版今ねバックでダウンロード中っす。ああもうダウンロード今してますね。うん、自分でここはちょっと僕はヒューズでいきます。お、相手がマギーなんで、ね、ジャックしてる相手がマギーなんで、ヒューズとマギーの会話がすごいいい感じなんで。そうなんだ。リングフレアっていうやつが特に危ないので。また全然わかんないもんで。わかんないですもう。さて、レプリケーターゾーンをマックってこと。ああ、そういうことか。そうです。レプリケーターってあの生き返らせるやつ。ん？なんだっけ。クラフトですね。ああ。なるほど。うわおー、素晴らしい。そうだ。あ、敵が来てる来てる来てる。チェンジャー、何それ。新モードだからね。さあ、面白くなってきたな。新キルリーダー登場だ。新しいキルリーダーだ。挨拶しに行くか。エリアをスキャン中。さあ、サーティースワーティースリピーターヒューズがよく使うとやばいっていう。敵がどこにいるのか怖いな。敵危ないっすね。近くに降りたいね。うん、R99 を発見。俺に取っといてくれ。進化シールドを発見。レベル2だ。ボルト SMG を発見。
し、これは使えるな。助かる。いいさ、大したことじゃねえ。スピットファイア、ハボックを発見。あと1分、リングは近い。怖い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 。範囲的にもまだ平気。あ、ギリ範囲か。よかった。ちょうどいい。どういうのかもしれない。リングはすぐそこだ。あと30秒ある。おい、見ろよ。誰か陣地に侵入してきたぞ。おっ。あ、これ味方か、ごめん。僕味方です、僕味方です。僕を撃たないでください。後ろ。あー、もう上手くなりたいな。これか。うわ、コードスチール、スーパーレジェンダリー、バンガロールの格闘武器。めっちゃいい。クラブのチャット見てる。譲る。あれ、二人だけか。そうですね。そう、カリカリするな。このヒューズに任せておけ。いやいや、戦力になりたいっすよ。任せておくのはいいんだけどね。これは手ひどくやられたな。そうっすか。手ひどい。
新しいキルリーダーの誕生だ。調子こいてるだろうな。リングの中だ。ちょっと。やべ。ザコに撃たれてる。アクスタを飛ばす。フラグを投げた。周囲環境をマーク中。そっちかい。リロードだ。やられた。早すぎ。早すぎ。早すぎだな。どうします？スイッチの方でエペックスダウンロード終わったらそっち一回やってみます？うん、そうとは思ってるんだけど、時間的に大丈夫かなっていうのが今悩みつつ。ああ。あとはフレンドですよね。うん、フレンド申請する可能性が高いので。敵を殲滅して勝利をつかむ。で、結構ダウンロード時間かかりそうな。どれぐらいで終わるんだ？自分はあともう11分で終わります。おお、9時か9時半あたりとかにはもうなんかすでにダウンロード可能になってたんで、気がついたのは10時ぐらいだったからね。始まる前に見た時はまだ 10% も終わってなかったから、あ、結構時間かかりそうな気がするよって。多分夕方ぐらいにちょっとやるかなと思って。あんたはちょっとだけ頭が鈍い。どうしようか。どれぐらい重いのか、どれぐらいサクサク動くのか、フレンドはどうなるのか、アカウントはね、そういうフレンドは共有できるのか。そこなんですよ、一番は。フレンドもそうなんですよね、いろいろ気になることがあるもんで。おいお前ら、ゲームチェンジャーが来る。おい聞け、新しいキルリーダー誕生だ。エリアをスキャン中。ラウンドは次のリングは通る。リングのカウントダウンを始める。うん、エリアをスキャン中。
え？はい。なんか今銃声聞こえなかった。いや、気のせいです。気のせい、あの、普通に僕がドラゴンを撃ってるだけなんで。あ、主神が眼力を与えたもん。ヘビスナイパーアームがいる。リングまで距離がある。近くにリングまで1分だ。全速力で行くぞ。残り45秒。リングは遠いわ。マジか、遠い。ああ、遠いですね。こっちへ行くのはどうだ。オッケースピットファイヤーを発見。すっげえ遠いな。でもマスティフは弱体化されたからな。またガンガン移動しちゃってるけどいいのかな。あ、大丈夫ですよ、今ついていってるんで。あ、僕くらい、何が強いんだ。ケアパッケージ効果。キャンプファイヤーでマシュマロでも焼くか。またマシュマロかい。マジか。わざわざサルボから取り寄せた優れものだ。あれ、いなくなったぞ。いる？あれ消えてる。シールドにパワーを注入する。みんな、お、我々は安全だ。どこ行ってる？こっち、あっちに標的だ。まだ敵の姿が見えてないんだけど。下がった方がいいです。とりあえず木の後ろにはいるけれど、どこにいれば行けばいいのか分からない。排水択をサーチを。少しシールドをリチャージする。私に眼力を恵みたまえ。あっちか。上にもいた。上にもいる。上にもいます。
ドローンを使いな。ありがとう。みんなどこ行ったの？走ってください、走ってこっちまで。よけるか。入った。敵の姿がよく見えてない。タチを。敵いない。います。いたね。カウントダウンを始める。あそこ、あっちに閉じたドア。こっちにリングフレアは来ないね。テルミットを放つ。入った入った。デブリケーターを制圧されるか。上空にデブリケーター。フラグを放つ。敵がいる。こっちへ行こう。やったみたい。最近ここで戦闘があったようだ。ヤマナはブロスフンダル。ヘビアもいる。主神が眼力を与えたもん。後ろから行きましょう。こっちから。あそこにいるんだ。高松さん、こっちです。了解です。リングは近い。閉じるまで45秒。あそこはもうちょっと危ないんで、激戦区で。新しいキルリーダーの誕生だ。新しいキルリーダーよ。気をつけて。リングが30秒で閉じる。遠くはねえぞ。追加のアイテムを手に入れた。フェニックスキットを使うぞ。シールドをリチャージ。オッケー。だね。あ、やっべ。やっべ。撃たれてるわ。攻撃されてる。いるわいるわ。釣れた。ありがとう。うわっ、すぐ後ろから撃たれた。
消えた。惜しい。惜しい。高橋さんノックダウンしてる。なんかやったような気がするけど、確かにあの家に隠れてるやつ撃った瞬間に倒れたのが見えたから。さあ問題はこれだ。ん？いや、ダウンロードが今終わったんですよ。おお。で、どうなるかがわかんないんで、今。もう起動は、そしてどういう感じになっちゃうのかな。僕のこっちのアカウント、PS4 のアカウントとは別のアカウントになっちゃうのか、もしかしたら PC のアカウントと同様になっちゃうのかって。なっちゃうのかな。エイペックスレジェンズは、あ、チェックしないとまずいの。さあ、これはどのアカウントになってるのか。セックスか。やっぱこう。ああ、やっぱあの EA の PC のアカウントになっちゃいますね。うん、あ、残念。まだ半分も終わってないわ。うん。ダウンロード状況。まだ半分も終わってないっす。うん。物理法則でちょっとお遊びという方かい？絶対するわ。俺のオイライン機能を利用するには EA アカウントが必要。EA アカウントに登録し、メールアドレスを入力するか、EA アカウントに新規登録を行ってくださいとのことですね。めんどくさ。うん、今日の、昼までにも終わればいい方だけど、もう1時間ぐらい経って半分終わってないから。戦いの場は私が決める。私がジャンプマスターよ。光栄です。え、俺？うん。よろしく。私らが友達だから言うけど、あんたはちょっとだけ頭が鈍いと思ってたよ。ああ、自分を責めるんじゃないよ。私は最強なんだ。ニュートがいるからね。ニートがいる。騒ぎを起こすのにうってつけの場所だ。風が気持ちいい。近くにリングフレアはね、素晴らしいな。アカウント取り。結構。よし、ラウンドワン、リングのカウントダウンを始める。次のリングまでかなり距離がある。距離がある。マットさんの力だな。ワットさんのまず作ってるから、マジ？やられたっす。来て来て。
くそ。入ったわ。全滅。あ、悔しいな。高松さん、わかりました。はい、ん、何点か言うと、まず一つ、うん、やっぱ EA のカウント自体じゃないと、やっぱ登録ができないことです。あら、やっぱり。はい。で、うん、そうそう。で、やっぱり最初トレーニング必要で。うわ、めんどくさ。で、あ、そうですね。で、まあ、多分、あ、うん、スイッチの人と、うん、あと、フレンドになっている人たち、特定のフレンドの人たちとは一緒に、あの、そうそう、なんかね、名前が出てるから、一覧には載ってます。出てるよね、今、見た、レッドファイターいるよ。うん。で、なんか、とてもながら、あの、格付きがあります、少し。あら、やっぱり。やっぱりちょっとそしたらちょっと僕、うん、あのスイッチの方でかやっていいですか。あ、了解です。そしたらちょっとスイッチ参加に入ります。うん、了解です。お、入って、じゃあ、あの、僕 PS4 一回切ります。了解。うん、ああ、聞こえます。聞こえてる。なんか声がプチプチしてる。うん。うん、どうしたんだ、いなくなってしまった。招待してみようか。おらろ、プレイ中、ロビーにいる。パーティー離脱してみるか。そんで、こうやってみる。高松さん、あともう一つ問題点起きました、これ。はい、どうしたんですか。VC のボイスチャットなんですけど、うん、スイッチの方だとカタカタ音がします、結構。やっぱり、さっきなんかすごい音がしてたなと思って。ずっと、
こういう感じでカタカタずっと言ってるんで、うん、多分これはあまり VC にはあまり特化してない可能性が高いですね。うわうわうわ、やだすごい。なので多分スイッチ勢にとってはちょっと、うん、きついか、嫌な不明点としての修正してほしいぐらいですね。早めにこれはどうする、スイッチでやる、プレステでやる、いや プレスでやります。これは多分あの聞き取れないんですよ、 VC が。あ、今の状況であれなので。なるほどね。そうですね、いきなりできて、いきなりああいうことなんてできないし、こっちのダウンロードがね、早く終わればよかったんだけど、もしかしたらスイッチ同士でのボイスチャットは可能かもしれない、うん、まだあと半分残ってるから。 PS とスイッチとかだったら多分できない可能性が高いですね、ボイスチャットは。よかった、ダウンロードされてみました。何時くらいに終わるかな。さあ、ついてきなさい。私がジャンプマスターよ。参加させるのはスイッチ版の人たちを参加させるのはダメですね。PS でもやるとしてもボイスチャットはできないっていう。なるほどね。夕方ぐらいに。夕方ぐらいにもう一回試してみるかな。こっちもダウンロード終わってるだろうから。そうですね。そう。いろいろとやらないと大変ですね。まあ、ここに突入するぞ。幸い今日はラジオが休みだから、いろいろ試せるわ。ああ、そういえばラジオしてますね。うん、休みだからね。ああ。あれ、ナイス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 。武器はどこだ。よし、ラウンドワン。リングのカウントダウンを始める。ごめんね。次のリングは遠い。休んでる暇はねえぞ。了解っす。進化シールドを発見。レベル2だ。私のものだ。拡張スナイパーマガジンを発見。レベル2だ。あったあったあった、降りれない。間違えた。あ、そっかそっか。間違えた間違えた。何ですか。いや、今回使ってるキャラが違うんだ。そうですね。敵をサーチしようとしたら、なんかスモークが飛んでったからビビったって。バンガロールの特性用です。バイアスのでね、それは。だからあの敵の攻撃を防ぐためにスモークグレネード使って味方を復活させるとか。うん、リング閉鎖まで1分。私のだ。グレネードが必要。リングは遠い。うん、どんどん移動してるっすよ。
こっち行く。気が変わった。爆弾っすか？持ってますよ。あ、これ。テイクを発見。リングが動いてる。急いで。まあ、行こう。こっちへ行くぞ。遠いな。ここ誰か。ナイス、チャンピオン脱落。死体の搬送係は大忙し。いるよ。って聞いた。はい。どうに？こんなって。こっちに開封済みのサプライボックスだ。今目の前をね歩いてった。上に上がってった。あっちに邪魔が触れはねえ。残念だったな、マギー。エリアをスキャン中。なんか足音がするんだけど、ヒューズ面白いね、やっぱり受精がしてるね。ということは、こっち側にいる可能性も高いのか。さあ、始めない。見えねえ。そろそろ範囲内に入る。こっちへ行こう。そっち？了解。近くでリングフロアが閉じ始めた。
のリングまでかなり距離がある。またかい。遠いな。銃声がしてるよ。あ、でも。近いな。レプリケーターが降りてくる。そっちかい。警戒しろ。近くでリングフレアが出現する。待て。向こうのリングフレアに注意しろ。了解。ジップラインの音した今。走ってる音もしてるんだけど。あ、いたいた。了解。こっちへ行こう。リングフレアを検知。こんなもの作ったのは誰だ。そうそう。やれ。何もしてない間に終わってしまった。変わらないんでマップが。うん。今回のは。クローズできてるんですよね。そして今のはもっとね、使い慣れたキャラでなかったんで、わけわかんなかったっけ。ついついスキャンをしちゃいそうになって。けどあそこでスモーク打っとけばよかったなって思ったり。もうちょっと他のキャラの使い方も慣れておかないとまずいね。さあ、一暴れしてやるか。義足の切り込み隊長とは俺のことさ。行くぜ。神々が望みたまえば勝利は我らに。焼き加減は何がお好みだ。カリッと、それとも真っ黒焦げか。カリッとの方かな。悪くないな。シンジケートの犬にしちゃ。私が勝利へと導く。今日は戦闘日より。俺がジャンプマスターだ。当然。ここに行ってみるかい。どこだ。そこ。了解。敵来てる。今敵の姿がもう見えた。何もできねえよ。やるべきことをやってからな。
武器何もないから殴るしかなかった。殴るしかなかったっすよ、うん、くそガンガン練習する、もうそれしかない。そうですね、うん、ガンガンやって、ガンガンレベル上げて本当にもうとにかく今はもう武器が何もなかったから本当殴るしかなかったっすよ、ちょっとね。相手の心と骨を折りながら50年だ。一番危険な行為だよ、その小さい子がやってんの。復讐のために来たけど、力強く戦い、宝物のために残るわ。ストレッチを忘れるな。これから死ぬ気で走るからな、キアカハ。キアカハ。今回のチャンピオンだ。悪くないな。シンジケートの犬にしちゃ。戦いの場は私が決める。俺がジャンプマスター。うん、もうどんどん譲るよって。派手にぶっ飛ばすぞ。髪を抜ける風、歯に詰まった虫、崖から。そうなんすか。さあ、ここに不時着するか。了解。いい景色だな。レッツロックロール。落ちながら、この楽器を弾いてる暇があるのか、お前。楽器じゃないですよ、武器ですよ。武器なんだ。マザーロードっていう、あの、炎の円盤を出す武器。うわっ！てっ！わあ、びっくりした。ナイスアシスト。殴るしかないっつうんだね。今日は運がいいわね。助けてあげる。できないの。ああ、もう。いや、ほんと今のきつかったな。おお、やばいな。また銃声が。そっちかい。俺、ちょっとどっから出てったのみんな。あのワームホールあったじゃないですか。うん。こっちです。来て、こっちよ。
ったってこっちか。なんですけど敵もいました。危ないです。了解です。しかあーでもこっちから行くとな。構成中。やられた。ここにいっぱい来すぎだよみんな。いっぱい来すぎた。3キロしてる高松さんナイスです。殴ってやったってやつか。ひたすら殴りまくったやつ。あーきつかった思った。ん？バッチ獲得。へえ。あ、けどごめんなさい。そろそろ時間が来たんで、今日のところは一旦ここで終わりです。また多分夕方ぐらいにねやると思いますけど、よろしくです。はい。はい。疲れです。11時になったらちょっと別のとこ行かなきゃな。